ミルノビスタジオ、よいしょ。さあ、この番組はキンプリが出演するテレビやラジオ、ライブなどについての情報をキンプリ大好き芸人の僕たちがお届けする YouTube のラジオ番組となっております。通勤、通学、お休み前にゆるりと聞きますので、ぜひともグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。僕たちはキンプリを明るく楽しくお話ししております、はい、そして僕ら自身も日比谷野音でイベントライブすることを目標としておりますので、僕たちの応援もよろしくお願いします。永瀬廉くんが料理対決で勝ちを確信した理由っていうのをね、その料理対決のテーマは、うん、はい、ハンバーグですって思った瞬間に、レン君がこれは勝ったでしょって言って、俺は思ったよ、すごい自信ありげやみたいな、なんでみんな、なんでやみたいな、なったその答えが、めっちゃ好きっすもんハンバーグーっていう可愛い理由やなそうそうそう、ハンバーグ好きやからっていう料理人舐めんなよ好きぐらいで、ま、負けてる場合じゃん確かに料理人もめっちゃ好きやから勝てるって言ったらしいまあまあで、好きじゃない、あんまり知らんやつでももちろん好きの方が、それはいいかもしれない。なんかね、愛情ここで作る人やけど、まあ、勝てるとはまた違う。そうそうそう。っていう面白い一面があったっていうね。可愛らしいですね。実際もう、うん、ボロ負けしてましたけどね。高級食材とか使ってやるやつですね。そうそう。で、高級食材使ってるから、はい、食べたらみんなでも美味しいとは言ってた。うん、ね。これはこれで美味しいとは言ってて。はいはいはい。うん、でやっぱ料理人のいろんな技術で、はい、安い食材やけど、めっちゃ美味しいです。いろいろね、やって、うん、すごいですよね。雑談タイム。ね。そうそう、料理ね。やっぱあの二人が料理してるのはやっぱ面白いよな。そうですよね。レン君がむちゃくちゃするし、それをカイト君が止めながら進めていくっていうね。ヒヤヒヤしますけどね、やっぱり見てたらこのね、包丁さばきとかも。うん、レン君左利きやからちょっとなんかそれも怖く見たりするし。ああ、そっか。うん。余計、はい、そうそうそう、レン君がもうほんま苦手やなっていう ね、なんかもう全然想像もせんような、うん、はい、変なことしようとするやんか。確かに。なんか、うん。料理どうすか？料理は僕はもう一人で食べる分ぐらい簡単なんしかしないんです。そうですね、僕もそうですよね。うん。ちょっとね、ほんま料理って呼べるか、ね、呼びたいかぐらいの、うん、そうそう、ただちょっと切って炒めるぐらいの、そう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 、ぐらいしか、まあやらないですよね、どうしても男の一人暮らしやからね、うん、そうそうそう、あ、ね、掘り出したらね、また掘るんやろうけどね、うん、はいはいはい、それはそれでまたね、僕味オンチやしな、うん、味オンチやしな、僕、あー、うん、そっか、味オンチ、うん、あー、そっか、うん、味オンチやったらでももういいやもん、うん、適当にビャーってやるけど、ほんまそう、なんでも美味しい、あ、そうなんだ、なんでも美味しいから、それはそれでいいんですけどね、そうか、まあ、うん、ある意味俺は羨ましいけどな、あ、そうっすか、うん、やっぱ、うん、変に味オンチも普通やけど、はい、僕も、うん、普通やけどやっぱなんかまずい店入ってしまう、東京は特に外れの店とかも結構あるんで、そんな時とかやっぱもう、はい、悔しいというか悲しいというか、前どっか東京駅の、はい、何タイ料理屋、あ、行きましたね、なんかね、どこやったかな、うん、タイじゃなかったか、あれ他の人に誘われて4人ぐらいで行きましたね、4人ぐらいで行って、ベトナム、なんかもう現地の本格的すぎて、働いてる人も全員そっちのね、そうですね、本場の味すぎて、はい、やっぱちょっと無理やったもん、本場すぎて、あ、そうですね、日本人には癖がやっぱもうなかなか、うん、めっちゃ生臭くて、うん、はい、これちょっと、はい、もう一人の友達と、はい、ちょっと無理やなみたいな言ってたけど、うん、残りの伸びたともう一人二、うん、人はもう、うん、なんていうの、もう断食してたん断食してたんかぐらいうわー食べて、骨も混じってるやつでちゃんと取らなあかんやつもうわー食べて、うん、おかわりしてたもんな、うん、ドゥワーって、うんうん、まあ、食ったら一緒っしょ、あんなもん一緒やけどもうなんか生臭い香辛料の香りしかせん、ぬるいスープとかもドゥワー飲んでおかわりしてたもんな、あれ見て、食べ放題やからね、食べ放題やった、うん、食わなそんでしょ、あれ見てかっこいいと思ったもんね、マジでこんなもうペロリとすわ、もう何の味付けもしてない鶏肉のなるほどね、うん、あ、確かに、骨もガッチガチ入ってる、はいはいはい、細い骨も入ってる、はい、鶏肉とかドゥワー食べてこんな、パーチやっぱー、やっぱー、別にもう骨も取らんでもええぐらいの人やったもんね、すごかったもんね、何回おかわりしてパンパンで帰ったからねこの辺テカテカだったのかね、ほんまね、僕ともう一人の人はね、で、お腹いっぱい、俺と僕と2人はもう食べたらもう2、3口しか食べてんから、その後カフェで普通にサンドイッチ頼んで食べてたもんね
いや、羨ましい、ある意味。もう店員さんも現地感たっぷりでしたね。やっぱ日本人で、いたせり尽くせりというかね、いたせり尽くせりやけど、もうずっとみんな座ってるみたいな、ね。座ってて。いや、羨ましいなぁ。どこでもたくましく生きている。たくましい、こってり系のね、ラーメンもずっとあってもう。飲み干すから、ね。つけ麺や言うてんのに飲み干すから、ね。スープ割りせずに。スープ割りせずに。してるからさ。あれとか、飲みたスープ割りせんとからやで、とか、あれそうでした、あれそう、僕だからあれ、薄くなる汁と思ってますからね。なんでわざわざ薄くつけなあかんねん。いや、程よいね、塩分、味加減してんねん。あれ、まあ、原液がうまいからね。頼もしいな。麺についてるちょっとあの水というかお湯、はい、あれすら薄くするが嫌なぐらい、もっと切ってほしいんですよ。頼もしいな。でも、たとえ薄くても飲めるの関係ないです。なんか最後ちょっと残ったところにスープ入れて一応なんか損した気分になるから入れとかなと思って、すげーな。ありがとうございます。すげーっすわ。何でも美味しくいただきますね。アメコミヒーローのベノムみたいやね。そんなわけあるか。いや、知らん人のツッコミ。そんなやつおるか。皆さん人を否定しときゃ。いや、そんなやつおるか。あるんすか。全然知らんけど。はい、皆様のどんなベノムを。いや、ベノムはええわ。ベノムは俺アメコミヒーロー。